はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はギレンダルフ・アークシェズの脅威 V ティタンズ・ジャミート風編、続きをプレイしていきたいと思います。で前回はですね、アフリカ大陸に進出してきていたグレミー軍を一掃して残っているのがキリマンジャロだけになってますので、今回そのキリマンジャロへと部隊を、送っていきたいなというふうに思っています。これしっかり送っていきましょう。で、その後はですね、宇宙の方に戦いを、移していくというところで、まずはサイド1、ここをね、ハマーンから奪還していきたい、そのように思っています。では時間を進めていきましょう。ではキリマンジャロですね、ティターンズ軍32、グレーミー軍38。まあ、ティターンズの方は、シロッコがいたりはするもののですね、モビルスーツまだ旧式のものもたくさんあるので、まあ、油断はできないかなっていう、まあ、そういう状況ですね。さあ敵が思ったより出てきてくれたので、まあ、これ幸いということで、部隊一気に展開して敵の前衛部隊壊滅に追い込んでいきましょう。もうちょっと出足が、まあ、正直言って遅いのかな、まあ、そのように思ってたんですけど、そんなことなくて全然早いですね。死んでいった者たちに勝って、では交戦状態に入ります。お願いしてやる。マーク5にはジェリド、まあ、ガザシ程度であれば全く問題ないかなと思います。ジェリドであれば、ただちょっとまだ未確認だですが、機影としてハンマーハンマーだったり、さらにキュベレーなんかも、見え隠れしているように見えるので、まあ、これらのユニットと交戦するときにやっぱりジオをぶつけられるかどうかですね。これはライラさんです。ライラさんもマーク5ですね。ジェリードとライラさんがマーク5です。やりますよ、バニング隊長に腕立てをやらされたくないですからね。これはアデルですね。アデルはジェガンに乗ってもらってます。キュベレーマーク2がいますね。まあ、ただリードが乗ってるぐらいだったら問題なさそうですね。ニュータイプが乗ってたりするとね、またあの戦いの仕方も変えていかないと一気に殲滅される恐れがあるんですが、まあ、ここは問題ないと思うんで一気に攻勢仕掛けていきます。ここで落ちろ、カトンボ。そしてジオ、ハンマーハンマーには格闘入れなかったですね。ただ無事にハンマーハンマーに攻撃できましたね。キリマンジャロは本当に激戦になってますね。他に機影はありません。行きます。まあ、ここでもし万々が一落としきれない、敗北するってことになると地上での戦力を全て失うに等しいので、絶対に勝ち切らないといけない、まあ、そういう局面になってます。ジェリードもランク S まで昇格してます。ジェリードがマーク5で無双してくれてるおかげで、だいぶいい感じできてますね。さあ徐々に徐々にですが、キリマンジャロは敵を押し込んでます。まあ、このままキリマンジャロを攻略できれば地上が再び平和に戻りますね。このターンで決めたいですね。ジェリド早速撃破できずに終わってしまったな。まあ、次のターンに持ち越しになると思うんですが、まあ、それでも、このキリマンジャロの制圧は、まあ、間違いがない情勢だと思います。最後はシドレが敵を撃破してキリマンジャロが我々の元に戻ってきました。そしたらここで活躍した部隊はですね、この後宇宙にあげます。
では続いてサイド1に攻撃を仕掛けます。ここはですね、まあ、サイコガンダムマーク2とか、敵エリアに侵入しました、あるいはヤザン、ラムザス、ダンケルドン、ハンブラビ隊だったり、まあ、そういうところを投入していっています。まあ、やっぱり期待しちゃうのはサイコガンダムマーク2ですかね。ロザミア、すでにランク S です。もうこのロザミアに対抗できる敵はいないと、もうそう言ってもいいじゃないかなと思いますね。では光線状態に入ります。まあ、この一発目でどれくらい敵を、まあ、圧倒できるか、あるいは耐えられるかで、このね、戦い全然変わってくると思うので、まあ、しっかり第一撃で成果を出してほしいですよね。ハンブラビ隊、ここはダンケルとラムサス、リリアしてくれましたね。ちょっとダンケルの方にダメージが出てます。そしてヤザン隊長、ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。ここも敵の前衛をしっかり撃破できそうですね。さすがヤザン隊長。うかつな敵ね。そしてレコアさんはマーク5です。絶対に落とし、ガクリコンはバイアラン、まあ、まだバイアランっていうところはあるので、まあ、バイアラン落とされたらね、ガクリコンに新しいユニットを与えたいなと思います。ライラさんは早くも地上から転身してゼータガンダムに乗ってもらってます。ライラさんが乗ればゼータガンダムまだまだ強いですね。この借りは忘れんぞ。では第2撃です。エースパイロットたち第1撃目攻撃してその反撃を受け止めた後、一度戻って回復に入ってもらっているので、ここからはねしばらく量産機プラス遅れてやってきたエースたちになんとかね耐えてもらわなきゃいけないっていう、まあそういうターンになります。もちろんダメージを受けていない、あるいはダメージを受けたとしてもまだまだ耐えられそうな、まあ、ここで言うレコアさんとかはねしっかり前線で踏みとどまってもらいます。この私、そしてロザミア、面白い。まあマーク2、サイコガンダムのマーク2はとにかくエネルギーを食うので、しっかりいいエネルギーのね補給のラインっていうものを意識して進んでいきたいと思います。そういう意味で言うと本当に拠点防衛に向いているユニットですよね。お前は敵だ。ロザミアとエリア、これもなかなか興味深いというか、あんまり見ることができない戦いですよね。まあ、ギレンの野望、まあ、ならではというところだと思うんですけど、こうしてコクピットに包まれていると素敵、安心できる。さあこれでほぼほぼ敵は撃破しました。次のターンで占領しちゃいましょう。さてサイド1の方なんですけども、倒しきれなかったことによって敵に増援が来ましたね。まあ残り1機 HLV を倒せなかった、仕留めきれなかった、まあ爪の甘さが敵の増援を招き入れてしまうという、まあ、オチにつながってしまいましたが、まあ、敵の増援来たとしてもですね、この敵の増援を叩いて、ここで、サイド1を我々のものにしておきましょう。さらにサイド1に敵が増援を送ってきたことによって、まあ、ハマーンのいるアクシズの守りがね、ちょっと薄くなったというふうにも、ポジティブに考えることができるので、ここはもう前向きに前向きに行きます。これでサイド1が
我々の手の元に戻りました。報告します。我が軍は敵残っているのはアクシズ軍はもうアクシズだけになりましたね。はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回はですねアクシズ、そしてその次はグレミーと順番に攻略をしていきたいと思います。